こんにちは、ズイフーさんです。今日はね、オルビットの安藤智明さん、の運勢を見てみたいと思います。出した瞬間、危険なヴィーナス、八神家に育ったんですねと、いうことでね、まあ、最近ね、まあ結末で終わりましたけどね、八神ね、いろいろ大変な一族ね、その中に潜入捜査官として吉高由里子さんが入ってね、八神を出たね妻夫木さんがね、その真相を二人で追っていくというねお話でしたね。ですから、まあ妻夫木聡さんみたいな、まあ極論論で言いますけどね、そんなようなことがあったんではないかなということですよね。ですから、まず一つ、人の出入りが多い家庭に育っているということ、ね、いつも人が出入りしているということで、まあ情報が飛び交っているということで、まあ情報が飛び交ってて、何か期待されてたりなんかして、でちょっと油断するとね、ちょっとひどい目に遭ってしまうということね。ですからね、情報を常に集めてる、そういうような人ということになりますので、まあでもそれって考えてみれば、その自分を守るためなんですよね。だから自分を守るために何やってるのかと、盗聴器ね、昔は盗聴器とかありませんでしたからね、わざとカセットテープね、カセットテープレコーダーをね、置いといてね、それを回したままね、自分はどっかにね、じゃもう出かけて、もうさよならって言ってね、帰るわけですね。で、本人が帰るとね、途端にその人の悪口が始まるね、というのがありますよね。よくある話ですがね、それを録音するというね、そこまでするのかいみたいな必要ですかみたいな、で後からそれを聞いて、あの野郎のこと言いやがったとかね、確認している人みたいなね、まあどうしてそういうことをするのかなとね思ったら、やっぱり、ちょっとね、まあ嫁姑がうまくいかない家で、ね、ちょっと油断してね、情報を耳に入れとかないとね、大変なことになっていくとね、寅さんみたいにね、別れたとかね、離散とかってね、もうそういうことは言わないでくださいって言ってね、でまあ寅さん帰ってるからみんなで言ってしまうってね、まあそういうようなことだったりとか、まあいろんな感じがありますよね。ですから、まあそういうとこで育っているがあまりに、これがそのままね、そっくり理想の奥さん像になります。つまり吉高由里子さんね、まあこれはもう危険なヴィーナスの中でですよ、の吉高由里子さんをお嫁さんにもらいたいというね、女性の妻像ということになります。で、人生の方向性ということになると、星野仙一ですねとね、いうこと、収集するということですよね。何か一つの目標目的、それにね、人生をかける、生涯をかける、星野仙一、燃える男ね、打倒巨人ね、選手の時もそうだし、監督になってからもそう、打倒巨人に燃える東証星野ね、まさに東証星野を見ているような、そんな感じですね。ですから、
そのためにはね、ベンチを蹴飛ばしたりとか、いろいろ暴れてましたけどね、乱闘とかね、まあ、あれを見て、まあ、ファンもね、喜んでましたよね。また星野暴れてるって言ってね、わーってね。まあ、昭和の時代を彩ったね、やっぱり、名選手、名監督だったんですけど、まあ、やっぱりね、激しかった。巨人だけの時の勝率、ものすごいですからね。まあ、そういったことで、まあ、何かに集中する。集中しすぎて、ちょっと、周囲と、まあ、ちょっとあるっていうね、ことですよね。だから、今回ね、オーディションに行くにあたって、ずっとね、カラオケボックスで、ずっと練習していたと。どこにも行かないでね、ずっと練習していたということですのでね、集中してしまうと、ものすごい集中するっていう、そういうことなんですよね。ですから、プライベートのこととか、人生の方向性とか、そういった部分ではすごい。ね。そして、ただね、女性にはもう非常にもう優雅で、もうね、ホストみたいなね、感じですよね、これで言うとね。まあでも、みんなすごいですよね、この、モテモテのその星のもとにね、生まれている。もうホスト級ですよね、もう。まあ、一流ホスト級のね、やっぱりこの恋愛力持ってるわけですからね。もうオーディション落ちたとしても、女性ファンはもう、なんで落としたのと。もう一回ね、カムバック、ね、デビューさせてほしい、ね。そういう声はね、強かったと思います。ですからね、まあ非常に情熱的な、もう恋愛はもうラテン系です。南米、あるいは南欧、南の国の恋、キングカズ、ね、ブラジル渡りましたよね。あの恋愛観、その恋愛観を日本に戻ってきてやったもんだからね。もう六本木に繰り出す数みたいなね、それをね、大好物ぶりがね、話題にされてましたね。大好物ぶり、まあ、武田と共に、ヴェルディの武田、ね、まあ、いまだ独身の武田、ね、ということでね、大変でしたね。ですから、まあ、地域としてはその六本木のようなね、華やかな場所を好む。ダンスも華やかなね、場所を好む。で、女性も華やかな、ね、女性を選ぶ。二重で言うと、マコ。マコを恋人にしたいと、考えている。まあね、フィリングカップル5、ね、二重とやったら絶対ね、眞子さんに行くということですよね。まあ、その他には、そうですね、綾香、綾香さん、あるいはリオさん、というところを選ぶということだと思います。絶対選ばないのはニナさん。ね、お互い優柔不断ですので、ね、ぐいぐい引っ張ってってもらう方がいいと。ね、ですから、ぐいぐい引っ張っていくっていうかね、眞子さんの場合はね、もう勝手に行動しちゃってるんで、その後追っかけていくっていう感じですよね。だから自分でどこ行く。だからね、例えば、ニナさんとね、デートするとどうなるかっていうと、もう行き先決まんないんですよ、デートのね。どこ行く？あなたのいい方で。いやいやいや、君のいい方でっていうね。
まあそんな感じでね、もうイライラしてくるっていう話です。だけどね、こういう楽なのは眞子さんみたいな女の子が来て、もう決めてあるっていうか、もう勝手に行く 思いつきでここ行こう、あそこ行こうっていうね、そうしてもらった方が楽なんですよね。だからまあ眞子さんがこう勝手にね、もういろんなところ行って、もうまるで眞子さんのそのお月のようにくっついていくみたいなね、それに乗っかるってことですよね。乗っかりたい人なんでね。じゃあ眞子さんがね、じゃあ六本木ね、行こうと。ね、ジュリアナイ東京行こうね、よし分かったっつってね、サントスね、ケントスか、ケントス行こうって言ったら、よしいいねって、じゃあケントス行こうみたいなね、そんなような感じでね、まあ盛り上がってくっついてる。だから冒険に行こうぜって言うと喜んで行くってタイプなんでね、ケントスってね、いやー、あそこ恥ずかしいわ、まあちょっと遠慮しくとくわみたいなね、そういうようなことだと困ると。ニナさんの場合、まあそういう感じなんで、同じようにニナさんもね、そういうふうに、どんどんリードしてほしいという方なんでね、選ばないとね、いうこと、まあこれ相性ですからね、また相性とかになったらね、またゆっくり見ていきたいと思います。とにかくね、そうか、星野か、みたいなね、東証星野か、みたいなね、感じで、柔道をやってたってことですのでね、ああ、やっぱり、みたいなね、感じです。これからも頑張ってもらいたいと思います。それではまた、さよなら。